キット編集者のあり方って、まず、大別すると2つあるなと思っています。はい、作家さんが変われば、編集さんが変われば、一気にヒットがなるという、うん、なんていうことも、もうよくある話で。皆さんこんにちは。株式会社空島の萩原です。今日のゲストもですね、株式会社コンパスから石原さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。石原さんは新卒で白泉社に入られて、ララ編集部ですとか、花と夢編集部、漫画パークの立ち上げをされて、花と夢と漫画パークの編集長も務められて、2019年株式会社コンパスを創業されたと。ということで今日もいろいろお話を聞かせてください、はい、お願いします、はい、で今日はですね2本目の動画で最後ちらっと出た話の中でもともと編集者に向いてる人っていうのは社交性がある人と上手な話し方ができることっていうところがあったんですけどもその上手な話ができるっていうところを少し深掘りしていければと思っていてそこがヒットを出す編集者にもつながってくるという話だったんですけどもこれについて詳しく教えていただけますでしょうか。これはヒット編集者に求められる要素って何ですかっていう質問って、いろんなところで話題に出ることがあるんですけれども、自分が勝手にそう思ってる話なので、一般的に通じる話かどうかわかりませんが、ということでお話をさせてもらいます。何かと申しますと、ヒット編集者のあり方って、スタイルが自分の中では一つに限っていないなと思う部分がありまして、まず、大別すると二つあるなと思っています。一つは、編集者の方が企画とか、会話の仕方だとか、いろんなことをぐいぐい引っ張っていく。漫画家さんを引っ張っていくしゃべり方をする方、うん、もう一つは逆に割と受け身がちに作家さんの中に抱えているものをうまく引き出すやり方をされる方、うん、このやり方のどちらに行くのか自分がそのどちらが向いているしゃべり方をする人間なのかが把握できていないと上手じゃないのにグイグイ話をしてしまうと漫画家さんから見ると全然私の話を聞かずにこの人なんだわみたいな感じになりますし逆に上手な方だと相手の方もそんな話を聞いている中で、あ、そうか、そういえば、こんなこと考えてたなということを引き出すきっかけになりますので、そういうこと、意味で自分がどういう喋り方をすることが相手の方、特に漫画家さんが作品制作につながる喋り方になるのかな、スタイルなのかな、ということが、はい。まさに作家さんとの向き合い方のスタイルが自分がどっち向きなのかっていうのを分かっていることっていうことだったんですね、うんはい、ちなみに それを気づくのに石田さんはこう何年ぐらいかけてそこにこう気づいたんですか、うん、20代割るかどうかぐらいなのかな、うんはい、3年5年ぐらいの時でしょうかね、はい、じゃあそれまで本当いろいろ試しながら、うん、いろんなこうパターンを試しながらどういうふうに作家さんと向き合っていくのがいいんだろうかっていうのをかなり自問自答されてた時間がその3年5年にはあったってことなんですか。そうですね、自分が間違った先入観だか何か思い込みであったのが編集者ってどんどん喋って提案して引っ張っていくのが正しい、そういう人が編集者になるみたいな感じに思っていてぐいぐい作家さんの話を聞かずにというまでも、でもまあ失敗したからうまくやってなかったからそうだったと思うんですけどそういうぐいぐい自分の方が主体で喋ってしまったなっていうことがありました、はい、編集長とかをやられててチームを俯瞰で見る立場からの時もやっぱりじゃあその各編集者さんを見ててこういう人はもう自分で分かってるなっていう人はこうしっかりこう作品が生まれてきてやっぱそこに苦戦してる人はなかなか作家さんとのやり取りに行き詰まって生まれてこないんでそういう風な環境があったりしたっていうことなんですか。そうですね、編集長になる方っていうのは、まあ、会社からその任せても大丈夫だろうという方がなるわけですけれども、そういう方ってやっぱりそこに至るまで失敗だったり成功だったりそれは自分の失敗だったり成功だったりあるいはその周りの同じその時いた編集部の人の成功事例だったり失敗事例だったりを見ているので今目の前にしている、まあ、部下なのかスタッフがこういうちょっとところに今トラブルで困ってんじゃないかなっていうことに気づきやすいっていうことにつながっていきますかね、うん、先ほどのお話でこうスタイルとして2つ自分がこう行って導いていくじゃないですけど、うん、自分がこうリードしていくっていうパターンと作家さんをこう引き出していくっていうスタイルとあるって話だったんですけどこれはこう作家さんによって2つを使い分けてるみたいな人も中にいらっしゃったりするんですか、うん、タイプはどっちかで言ったら多分どっちかな感じがしてますね。変な話作家さんももしくは編集さんも作家さんが変われば編集さんが変われば一気にこうヒットがなるっていう、うん、なんていうことももうよくある話ってことですね。そうですね、だから
一番悪い組み合わせ、本当にシンプルな例えで申しますので、正解という表現にはならないと思うんですけど、例えばその、よく喋る編集者と、よく喋る作家さんが組み合わせになると、会話が、また真逆で、その聞き役の漫画家さんと聞き役の編集者の場合もあるなので、凹凸がちょうど合う組み合わせがやっぱりいいような感じがいたしますね。そういう意味ではじゃあ、編集さんは自分がどういうスタイルで、やりたいとか、どういうスタイルが得意かっていうのは結構最初にこう作家さんと会うときにお伝えしながらやっていくものなんですか？作家さんに伝えることはないです。例えば自分は聞く方が得意ですとかって言ったらこの人話す気ないのかなみたいな感じになっちゃいますのでそこは言わずに、こういうふうなスタイルを選択していく。そうですね、はい。他に全く別の要素でもいいんですけど、ヒットを出していくために、一般的にっていうよりこう石原さんがなんかそこを頑張ったみたいなエピソードとかってあったりされますか？自分個人の話で言いますと、発言者にいた時に後輩とかができて、後輩とかに喋る時によく伝えたのは、編集者って漫画を書くわけではないんですけれども、編集者にも得意なゾーン、ストライクゾーンというか、ホームランゾーンというか、それがどこにあるのかが分かっていることが大事だということをよく伝えました。例で申しますと、学園ラブコメ系で行くのか、あるいはそのちょっとファンタジック系で行くのか、この両方を共にヒットする編集者ってなかなかちょっと簡単に出るものではなくて、大体どっちかが得意だったりします。そういうような具合で、それがそういう例ではなかったとしたら、スパダリ的なものが得意な人だったり、あるいはもっと人情ものっぽい作品を作る作家さんを見つけて、そういう企画に花が効かせられるっていうようなことがある感じで、自分がこのジャンルを担当すると得意だなっていうものに気づけるかどうかは大きいですね。あそこの気づき方ってすごい難しいなと思っていて、単純に一消費者としての好き嫌いだけじゃないんじゃないかなと思ってて、そこを気づくためには全ジャンルをまず試してみるのがいいのか、自分の仮説のもとこれが得意なんじゃないかっていうのでやってみて、違ったらじゃあちょっと違うジャンルを試していこうっていうので戦略的にやっていくのがいいのか、なんかその辺ってこうどんな風にアドバイスされてたんですか？これは媒体によってそういう接し方する場所がいろいろあるからあれなんですけれども、自分の経験で申しますと、例えば花と夢だったりララの本誌っていう皆さんがよく読まれてる雑誌もありますし、若い作家さんが集まってるいわゆる増刊と呼ばれるものもあったりします。主にそういうとこら辺で若い編集者が新人の作家さんと一緒に作品をコンペする機会っていうのがたびたびありますので、そういう機会の時にオールジャンルを行くのか仮説を立てていくのか、それはどちらでも構わないんですけど、意識を持ってやって、そこはやっぱ作りながら自分で気づくものなんですが、これ結構自分ホームラン打てそうだなっていうのがあるのか、それともやっぱり最後やっぱ結果が出てきて初めて分かるものなのか、どういう感触なんですか？これも両面あります、数字で分かる場合もありますし、はっきりしない段階でもその編集部の中でコミュニケーションがなされている編集部であれば、先輩だったり副編集長編集長の人間が、お前こういう系統のやつが合っているんじゃないかなとかっていうアドバイスもあったりしますので、数字だったりそれ以外のサジェスチョンだったりのいろいろなパターンがあると思います。なるほどですね。ありがとうございます。今日はお話いただきありがとうございました。最後にですね、コンパスさんから、漫画編集者さんの、今募集されているということでご紹介いただいてもよろしいでしょうか？株式会社コンパスではただいま編集スタッフを募集しております。先ほど申し上げましたように、漫画の作り方を自分の方からこれまで経験してきたことを一からお伝えする気もしておりますので、新卒の方あるいは既卒の方でも経験者未経験者問いませんので、漫画の面白い作り方、勉強してみたいって思う方いらっしゃいましたら、ぜひコンパスのホームページをご覧ください。ありがとうございます。概要欄にコンパスさんのホームページに載っけておきますので、気になる方はぜひ見に行ってください。それでは今日もありがとうございました。ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございます。漫画編集者などエンタメ業界志望の皆さん、漫画編集者インターンにチャレンジしませんか？アシスタントなどではなく、一つの作品の責任者として企画作り、チーム集め、打ち合わせ、制作進行など漫画編集者に必要な経験を積むことができます。現役インターン生のインタビュー記事もぜひ読んでみてください。インターンの申し込みは概要欄から。